日本アカガエルは、両性公無微木アカガエルかアカガエル族に分類されるカエルの一種。日本の固有種で、本州から九州及び周辺離島に分布している。また、伊豆諸島に人為的に移入されている。体長は3センチメートルないし7.5センチメートル。体色は、赤褐色で、背中の左右の黄色い筋がまっすぐ平行に通っている。 オタマジャクシの背中には一体の黒縁がある。単独で生活。普段は草むらや森林、平地、丘陵地等の地上で暮らす。昆虫やモ類を食料とする。冬眠をするが、暖かい時は真冬も活動する。産卵は、他のカエルより早く、1月から始まり、時には12月でも産卵する。産卵数は500の3000らほど。 産卵場所は、水田や湿地。繁殖期が終わると、再び斜面林の落ち葉等に潜り5月頃まで、冬眠する。近年の水田周辺の水路整備に伴う、コンクリート製水路による、生息域の分断、補助整備に伴う、冬季の乾燥化やなどの環境変化により、カエル類の生息数が減少しているが、本種は、その影響を非常に強く受ける。山赤ガエルとは、 形態的にも、生態的にもよく似ている。産卵場所では入り混じる例もあるというが、一般的には、本種が、平地に、山カガエルが山間部に生息する。ただし、近年の水田周辺の環境変化により、カエル類の生息数が減少している。本種は、 その生息環境がその区域に強く重なるため、その影響を非常に強く受けるのに対して、山間部の山赤ガエルは比較的その影響を受けない。そのため、本種が数を減らしており、山赤ガエルばかりが見られる傾向がある。山赤ガエルと同じく、かつては食用にする地方があった。ありがとうございます。